サイドワインダーズ、画面向かって左から右に攻める形に攻撃方向を変わります。ボールオンはサイドワインダーズ陣、自陣49ヤード、フォースダウンインチの状況から試合再開。フォーメーションはパントフォーメーションを取っています。ナイスパンク。サイドワインダーズ、プレッシャー来る中、パンター見事にこれを蹴り出しまして、琉球自陣15ヤード付近の位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして琉球の攻撃に入ります。琉球自陣14ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここで琉球もパスから入りました。右に展開したワイドレシーバーにパスを投じましたが、これはサイドワインダース、その瞬間にヒットしまして、このパスを不成功と変えています。琉球攻撃権一つ失いセカンドダウンに変わります。琉球セカンドダウン10。今度はランプレーを投入しました。中央突破図らせんと何枠33番にボールを託し、密集点をつかせましたが、ゲインは約3ヤードとなっています。キャリア33番は中本。琉球ボールオン自陣17ヤードからサードダウン7。パス成功、ファースター。ここで琉球クォーターバック7番、中央に切れ込んだワイドレシーバー3番にパスを通しまして、3番密集点で見事キャッチし攻撃権更新です。琉球ファースター。素晴らしいパスを投じたのはクォーターバック7番の藤原、千葉商科大学出身のチームのバイスキャプテン、取りましたのは3番の池口、日本大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権更新になりました琉球。ボールオン自陣45ヤードから、失礼しました、25ヤードからのファーストダウン10。さあここで中央のランプレーです。33番なだれ込むように中央に切れ込みまして、約5ヤードのゲインを果たしています。キャリア33番は中本、関西大学出身。琉球セカンドダウン5、ボールオンは自陣31ヤード。さあ今度もいった琉球ファースター。再びハンドオフを託しての中央へランプレー、33番見事に飛び込みまして攻撃権更新です。琉球ファースター。琉球ランニング枠中本、非常に好調な足を見せまして、この試合の主導権を確保していこうとしています。さあボールオンは自陣39ヤードに入っての琉球ファースターダウン10。パスは不成功。今度はクォーターバック7番、中央に入りましたワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、わずかにパスがショート、パス不成功となりセカンドダウンに変わります。ボールオン自陣39ヤードから琉球セカンドダウン10。
ナイスラン。ランニングバック33番ドロープレーで中央へのランプレー。スナップ乱れましたが、これがカウンターとなる形になりまして、約8ヤードの7ヤードから8ヤードのゲインになっております。ボールオン自陣47ヤードから琉球サードオン3。ナイスラン、ファーストラン。ここで再び中央へのランプレー。オフェンスライン素晴らしいブロックによりまして、サイドワインダーズディフェンスラインを食い止め、ランニングバック33番見事攻撃権更新です。琉球ファーストラン、着実なラン、そして見事なブロックによりまして、一気に中央を押し分けて前進を重ねております。琉球相手陣に入りました。琉球相手陣47ヤードからファーストラウン10。パス不成功。ここでパスプレーを挟みました。中央に入りました3番へのパスでしたが、これもわずかにショート、パス不成功となっています。琉球セカンドに変わります。ボールオンは相手陣47ヤード琉球ガーデンライオンズセカンドダウン10。ナイスキャッチ。今度は外に展開していましたワイドレシーバー88番にパスを通しました。見事に体をスピンムーブして、このパスを28番がキャッチしまして、約9ヤードのゲインとしています。ワイドレシーバー28番はヨミネ。先ほど応援メッセージありましたヨミネがここで見事なキャッチを決めております。東京国際大学出身のルーキーです。琉球ファーストラン。ここでクォーターバック7番意表をつくようにスカン QB ドロー。パスを投げると見せかけ、決め打ちのランプレーを展開しました。左に見事に展開しまして、攻撃権更新です。琉球ファーストラン。見事攻撃権更新を果たしましたな。琉球ガーデンライオンズクォーターバック7番の藤原、千葉商科大学出身のプレイヤーです。琉球相手陣33ヤードに入りました。琉球ファーストダウン10。ナイスキャッチ。クォーターバック7番左に展開したワイドレシーバー2番29番にバブルスクリーンのスクリーンパス、内側に切れ込むように相手味方ブロッカーを生かして約9ヤードのゲインを果たしています。パスを取りましたのは29番の中村です。城西大学出身。琉球セカンドダウン残り1ヤード。キュービーサーク。ここで琉球パスを投じようとしましたが、その隙を見計らうようにサイドワインダーズ77番殺到し、キュービーサーク大きくロスに変えました。見事キュービーサークしましたのはサイドワインダーズ77番、素晴らしいプレーでした。77番は平畑、摂南大学出身。さあ一気に押し返されました琉球。この状況打開なるでしょうか。ボールオンは相手陣36ヤードから琉球サードダウン13。パス不成功。
ここで中央へのパスをクォーターバック3番が投じました。しかしターゲット10番へのパスはショートしまして、パス不成功となっています。琉球フォースダウン13、パントフォーメーションを取ります。ナイスパンパンター50番、絶妙のコントロールで左サイドラインギアに蹴り出し、その見事なコントロールによりまして、サイドワインダーズ陣11ヤード付近で攻守交代となります。見事な技のあるパントを見せましたのは琉球ガーデンアライオンズの50番の高見沢、明治学院大学出身のプレイヤーです。さあしかし結果的には攻撃権変わりまして、サイドワインダーズの攻撃に変わります。サイドワインダーズ自陣12ヤード付近からのファーストダウン10、このプレーでサイドワインダーズスナップが乱れました。クォーターバック19番なんとかカバーはしていますが、この乱れをつきまして琉球37番見事にQBサック決めております。約4ヤードロス、琉球37番は王子、海城高校出身のプレイヤーです。サイドワインダーズセカンドダウン14、パス不成功。ここでパスプレーに出ましたサイドワインダーズ、しかしこのパスはオーバースロー、パス不成功となりましてサードダウンに変わります。さあサイドワインダーズはこの厳しい陣地は何とか出したい。ボールオンは自陣8ヤード、サイドワインダーズサードダウン14、ここでランプレーを挟みます。ランニ枠7番託されまして右オープン展開を図りましたが、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここで守備である琉球がタイムアウト、前半1回目を取りました。このままプレー間の時計が進んでいる状態ですと自分たちの攻撃時間が確保できないと判断し、ここでタイムアウトを挟みます。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合には時計が回り続けます。逆に前パスが失敗した際、あるいはボールを持った選手が外で出た際には1回時計が止まります。この時間の進み方を駆使したプレー運び、試合展開にもご注目ください。前半残り時間は2分17秒となっております。タイムアウトを解けまして試合再開です。サイドワインダーズフォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。
このパントはシャンクしました。コントロールが乱れましたか、右サイドライン際に跳ねまして、ボールは自陣脱することなくサイドワインダーズ陣40ヤードを超えた位置で外に出ました。この時点で攻守交代となります。攻撃権は琉球ガーディアンライオンズに変わります。さあ琉球、前半残り時間は2分11秒ですが、相手陣に入ってからの攻撃になります。相手陣43ヤードから琉球ガーディアンライオンズファーストダウン10。サイドランナーズナイスディフェンス。ここでカウンター気味のドロープレーを選択しました琉球。しかしこれを見計らったかサイドランナーズ1番見事にこのランを阻止し、約7ヤードから6ヤードのロスを奪っています。素晴らしい対応をしましたのはサイドランナーズ1番の中田、桃山学院大学出身。さあ下がりましたが琉球、ハーフウェイからセカンドダウン16の状況です。時計は現在進んでおります。クォーターバック7番パスを投じんと下がりましたが、カバーよくターゲット見つからずスクランブルに変わりました。クォーターバックの緊急発進のランプレー、これが結果的にカウンターの形になりまして前進しておりますが、しかしサードダウンの状況となっております。さあ前半残り時間は1分21秒となっています。琉球サードダウン11、ボールオンは相手陣44ヤード。サイドワインダーズナイスディフェンス。ここで入れ違うように出ましたらワンランニングバック33番にパスを投じました。これは33番キャッチしましたが、取りざまにサイドワインダーズ44番タックルしまして、このランプレーノーゲインとしています。失礼しました、パスプレーノーゲインとしています。見事なカバーをしましたのはサイドワインダーズ44番の中谷、立命館大学出身。ここでサイドワインダーズが前半2回目のタイムアウトを取りました。今度はサイドワインダーズが自らの攻撃のチャンスを得んと、ここでタイムアウトを取っております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの方々のご寄付によりましてこの企画は成り立っております。この企画は現在も募集しております。この YouTube 配信にあります説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカートの URL ございます。こちらの方でご内容をご確認いただき、企画にご賛同くださいました方々、ぜひご協力いただけますと、この配信を多くの方々にご覧いただくことが可能になります。ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトを受けまして試合再開、琉球フォースダウン11パントフォーメーション。これも絶妙、ナイスパント。パンター50番ランニングする走るかと見せかけ、そこからフェイクするようにパント、絶妙の落としどころでそのボール点々とし、サイドワインダーズ陣10ヤード付近で攻守交代となります。見事なパントを続けておりますのは琉球ガーディアンライオンズ50番の高見沢です。明治学院大学出身。さあ残り時間1分ですが、サイドワインダーズ攻撃権を得ました。ボールオンは自陣10ヤード、サイドワインダーズファーストダウン10。
まずランプレーを投入しました。中央突破によりまず前進図ろうという考えでしたが、しかしこのランプレーはゲイン1ヤードとなっています。サイドワインダーズセカンドダウン9、パス成功、攻撃権更新、ファースター。クォーターバック19番スナップ見られましたが、左に展開したワイドレシーバー24番にパスを通しまして攻撃権更新です。24番見事なジャンピングキャッチでこれを攻撃権更新果たしました。サイドワインダーズファースター。審議会はサイドワインダーズ前半3回目、サイドワインダーズここで前半最後のタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。さあ前半残り時間13秒ですが、サイドワインダーズファーストダウン10、ボールオンは自陣30ヤード、エンドゾーンまで70ヤードの距離、どうするか。パス不成功。ここで一気に奥に走り込んだ24番にパスを投じましたが、これは琉球見事にパスカバーしパス不成功となっています。前半残り時間は6秒。サイドワインダーズセカンドダウン10、残り時間前半6秒。パスは成功しています。プレッシャーから左手で投げるという非常にトリッキーな状況ですが、しかしこのパスは成立しましたが、ゲインはほとんど攻撃権更新には至っておりません。そしてここで前半残り時間がなくなりました。前半戦終了となりまして、サイドワインダーズ0点、琉球ガーデンライオンズ0点、両者無得点で前半戦終了となりました。